乗鞍岳のバスターミナルにやってきました。駐車場めちゃめちゃ広いです。で、今オバーがシャトルバスの切符を買っております。で、ここから畳平までバスで移動して、で、乗鞍岳の山頂を目指します。残念ながら曇っておりますが、この雲は山頂部分では晴れていると信じたいです。風が強いというような予報もあったんで、ちょっと心配はしておりますね。で、すでに紅葉始まってますね。では時間が来ましたので、バスに乗車します。時間こんな感じですね。奥行って奥行って出発しました。さあ、綺麗な紅葉が見えるでしょうか。山頂は真っ白っていう風に言っていました。あれだもんね、休暇村、車たくさん止まってますね。ここずっとスキー場が続いてますね。三本岳に到着しました。ここ真っ白ですが、ここまで車が入れるそうです。で、ここから先は許可車以外は通れないと。カモシカリフトマリー支店のあたりは紅葉してますけど、この霧ではよく分かりません。少し霧が晴れました。紅葉は見られた。ちょっと期待できるようになってきました。次は冷泉小屋、冷泉小屋です。お降りの方いらっしゃいましたら挙手でお知らせください。はい、こちら雲海が見えています。冷泉小屋です。お降りの方いらっしゃいませんか。それでは通過いたします。ずっとあの辺り紅葉してるね。紅葉がそしたら挙手でお知らせください。クライガールさんとお降りの方いらっしゃいませんか。クライザハラ山荘ができました。はい、おー、いい感じで見えてますよ。あの辺でね。いやー、雲海も素晴らしいわ。すごいね。いいじゃないですか。この車は。
長野県に多いんじゃないか。あ、そうか。いいよいいよ。あ、じゃあさ、ひまちゃんにさ、あ、母ちゃんに店行けって言って。先生、お土産もくれるんですか。いやーすごいね、この紅葉。いやよかったね、うん、よかったよかった。あーすごい。これ気持ちいいよね。下山は歩いてる気がなんするかいい。やだ。登山者がいました。あ、雲海見ています。素晴らしいね。素晴らしいよ。よかったね。これこれ撮ってる。いやこれは本当にエニラルは。そうそう。そうよね。そうかもね。あそこにとても。次は高徳霊人、高徳霊人です。高齢の方いらっしゃいましたら挙手でお知らせください。高速レジ、お降りの方いらっしゃいませんか。焼けだけやないが。で、高速レジ通過いたします。だってこの辺でっていうとそれがない。豊かはそんなに近くに見えないよね。あ、真っ赤。あや、雨降ってきたよ。紅葉は売りかな。そうやね。これはやっぱり歩き応えあるよね。大雪渓方の小屋口、大雪渓方の小屋口です。はい、ありがとうございます。大雪渓方の小屋口停車いたします。どこに雪渓があるの？今見えよった。ちょっと残ってるじゃん、うん、設計が残ってます。専用ご注意ください。はい、畳台ラです。お降りの際はバスが完全に停車するまでお席を立ちになりませんようあらかじめご了承ください。最近携帯電話や財布のお忘れ物が大変増えております。お降りの際は今一度網棚や網ポケット、シートの隙間やお足元、
必ずご確認の上お降りいただきますようよろしくお願いいたします。この池の脇を通っていくんですがね、そうね、うん、ありがとう。ありがとう。よいしょ。はい、ただいまの気温3度ですね。はい、ではまず乗鞍本宮中之社に参拝します。いや、こんなに見られて感謝です。撮影禁止ではないですね、はい、では参拝します。開始します。風速20メートルを超える風が吹きます。ビビっております。今日、うん、風が強そうですよね。気温3度ですので体感温度としてはもう大丈夫でしょうね。では行きましょう。ここの標高は2702メートルですね。はい、おばあそこへ立って乗り倉だっけ。もうちょっと待ってオーバーですからね。では行きましょうか。この畳平にある池は鶴ヶ池。火山情報、噴火レベル1ですね。では山頂に向かって歩いていきます。畳平は岐阜県で、そこから長野県の町に出ています。この県境をずっと上がっていくということで、でこっち行くと富士岬の山頂ですが、我々も直接県が見えるので歩いていきます。はい、あの山の間に見えている高い山は白山でした。登ってきた白山が見えてます。白山の山頂からご来光でちょうどこの乗鞍岳のところに登ってたわね、ご来光が。中部山岳国立公園、ライチョウについて書かれてます。
あ、向こうが見えてるわ。雲海です。あ、下の紅葉が綺麗に見えてますね。あれなのか、焼けたけなんだ。焼けたけ多分あれだね、手前のね、火山っぽいじゃない。そうだね。はい、最高峰の天下峰が見えました。あ、山頂に親城が立ってますね。はい、うん、八ヶ岳の方ですが、ちょっと分かんないですね。片野小屋まで歩いてきました。いや、風が強い。ちょうどあのドームの下ですね。綺麗なトイレができてました。前なかったよね、これ。では、肩の小屋を過ぎて剣ヶ峰口登っていきます。ここから登りですね。今まではシャドウだったんですが、ここからは登山道ですね。雪がちらちらと降ってきました。見えるかな、向こうに立科車山が見えてますね。あそこの稜線の雲の流れがやばいです。みんな耳を押さえてとんでもなく寒いみたいですね。はい、山頂はもっと寒いからね。あかんだけ思えば雪が顔に当たって痛い。あれが山頂です。もうちょっと。はい、池が見えました。まだ凍結はしてないようですね。でも寒いです。風めちゃ強いし。避難小屋まで歩いてきました。もう山頂あと少しですね。残念ながら向こうの方はもう雲の中です。八ヶ岳が見えてきました。で、あれが御嶽ですね。あー、綺麗に見えてるわ。はい、山頂はもうあそこです。はい、山頂北宮到着です。あれ、はい、やった。はい、御嶽も見えてます。いや、オーバーやったね。オーバーやったね。やった、オーバーやって鼻水が凍ってます。オーバー鼻水。はい、高山病になる。ああ、高山病にならずによかったね。白山はひどかったけど、はい、乗鞍、順調に来ました。今何時だ、10時36分ですね。1時間半で、はい、鳥居をくぐって乗鞍だけあれ持って、はい、乗鞍だけ3026m 登頂です。やったやった。はい、はい、本殿こっち側でした。本殿こっち側です。向こうで参拝してました。いや、360度見えてます。よかった。あれは本殿ですね。はい、八ヶ岳、あの赤岳の方は見えてないんですけれども、あの横岳とかで立科山とか見えてますね。で、立科山の手前が車山ですね。こっちは穂高ですね。
はい。そういや、三角点を映してませんでした。これが三角点です。はい、では計算します。名残惜しいですが、寒いし下山してみます。いやでも北アルプスもすごく見えてます。槍がピュッと尖ってるのがかっちょいいですね。はいはい。で向こうにさ、先日登った白山も見えてました。諦めないの木曽駒とかは。木曽駒ね、ちょっと無理っぽいですね。向こうは雲の中ですね。肩の小屋が見えてきました。肩の小屋の奥にも池がありますね。肩の小屋まで降りてきました。いやなんか寒かった。吹雪いてきたね、はあ、池の方もすごく寒々しく感じます。風が強いんで顔に当たって痛いです。畳平が見えてきました。あそこにこう湿原があってですね、時間があったら行こうかなとも言ってたんですけど、まあ前回歩いたしね、うん、そうお花もないし、まあ今回はもういいかな。前回もなかったけど前回は畑ぐらいはあってそうねもう今はもう木ぐらい。そうもうこの雪降ってますからね、何もないですよね。はい、畳平まで戻ってきました。ここまでで3時間21分 8.08 キロ、累積標高差519メートルでした。いやもうこの本格的な雪になりまして、服にもこうやってね白く雪がつくぐらいになりました。ああ顔に当たってね、顔が痛いぐらいです。ああ早くうどんを食べたい。うどんうどん。ああはい、バスターミナル到着です。お疲れ様でした。ああ寒いわ、凍えたわ。はい、ああうどんだ、ここだ。マスク、マスク、マスク。一応窓側の席を取りましたが、曇って何も見えません。相当寒いもんね。あれ、味噌がとっても甘いです、この田楽。蕎麦が染みる。13時5分発のバスの改札が始まりました。もう外は吹雪でですね、なんかとても外に出られないです。で来た時は3度でしたが、現在の外気温はマイナス1度です。こんな感じですね。はい、バス出発しました。外は猛吹雪になりました。1時間早く出て大正解でした。この状況です。はい、現在の気温マイナス1度です。ほら積もってる、うん、積もってますね。もう積雪し始めてます。もうこのくらいちょっとしたら初冠雪かもしれませんね。雪山です。こ
これで晴れたらね、麓から見たら綺麗なのね。観光センター駐車場に帰ってきました。雨ですね。いや、よかった、うん、よかった。早起きは三本の徳と、おばあと言っておりました。では移動します。